です。今日はですね、アメリカのサンディエゴに住んでいるまやさんにお越しいただいてます。まやさん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、まやさんと日本とサンディエゴの育児、教育の違いについて話を伺ってみたいというふうに思います。まやさんは4人のお子さんがいらっしゃるということで、上のお二人までは日本でも学校に行ったりとかっていうふうにしてたんですね。で、その下の二人の子はもうサンディエゴでずっと幼稚園だったり行ってるという感じですね。じゃあなんかそこでその上のお子さん2人と日本で教育してるのとサンディエゴで教育してるのってなんかこうちょっと違ったなっていうのってあったりしました？最初やっぱ上の2人来た時英語全然喋れなくて、日本語しか喋れなかったんですけど、上の2人が学校に通ってから半年ぐらいで英語になったんです。ああ、半年で？そうだって、私でも全然何も教えてないんですね。そのレシピそういうのもなくて、はい、そうですね、幼稚園とかであれば割とあるかもですけど、小学校っていうのはほとんどもうほんと近場のね、公立であれば近場の学校に行くという感じなんで、最初バスで通ってて、違いというかその日本だとなんだろう、例えば幼稚園とかでもお芋掘りとかそういう自然に結構触れ合う感じがあるんです、はい、こっちの学校はあんまそういうのなくて。へえ、なんかありそうですね。そう、あ、多分そ、まあ、地域によって違うと思うんですけど、私が住んでるとかなんかあんまりそういうのなくて、でもメディテーションとか瞑想、あ、瞑想、瞑想の時間とかは瞑想の時間があるんですか？そうそう、へえ、瞑想の時間とかがあったり、そういうところをすごい、あ、小学校ですか？幼稚園？小学校、小学校で、あ、じゃあみんなで瞑想しましょうって言ってこうやってそれ小学生するんですか、瞑想？へえ、すごいな。うん、そういうのとかすごいとか興味深いな、すごい。これちなみにそのサンディエゴのどこの学校でもその瞑想の時間っていうのはあるんですか？ああ、どうでしょうね、でも多分そういうアメリカの方もそういう瞑想とかそういう意識はすごい日本よりも高いと思う。へえ、あ、そうなんですね。いや、ちょうどですね、インドの人にもね、ちょっと話を聞いたときに、インドではもう1歳ぐらいからそういうヨガとか瞑想の時間があるみたいで、で、1歳の子とかよくわからんままこうたまにね、1歳の子がそんなんするのみたいなのが、でも割とそのサンディエゴやったらもう小学校で普通に主流にあるということですね。要は国語、算数、理科、瞑想みたいな。そう、だから多分そういうところであるんです。へえ。これ実際そういう瞑想の時間があることで、例えばお子さんって、例えば日本にいるときとその今サンディエゴにいるとき、なんか変わったりしたことってあるんですか？まあ瞑想だけじゃないと思うんですけど、実際こう日本にいるときとサンディエゴで住み始めてからなんかこう変わってきたなとかっていうのって、こう前さんからの目線であったりします？じゃあなんかサンディエゴの どんな環境がそのマヤさんをなんだろうな、自由にというか解放させたんですか？やっぱりね、自然。あ、自然。空が、空が綺
広くて、はい、もう空が綺麗で、うん、あの天気が良くて、すごい楽観的なんですよ、みんな。へえ。で、やっぱアメリカって、やっぱ一人一人の個性が多い人が多いけど、流行りとかそういうよりも、はい、私はこれ着たいから着てる。なるほど。そういうやっぱ、あの意志が強い人が多いから、はい、うん、自分もなんかその、これ流行ってるのに着るとか、そういう、なんじゃなくて、うんうん、自分らしく、うん、私これ好きだからって言ってた、どんどんなんかすごいやっぱり自然の振り、なんつうのかな、触れ合うことでこう自分もこう自然に自分らしくなってるっていうか。へえ、じゃあ日本にいた時はその人の目線を見て、その例えば服だったり選んでたけど、そうではなくて、そうそうそう、全てがもう自分がしたいと思うことを。そうそう、なるほど。いやでも面白いですね。要はそのなんだろう、自分がそういう風に変わっていくことで、結局こ、ね、お子さんに対する言葉がけだったりも変わっていって、結果それが子供が変わっていくきっかけになっていくっていうことですもんね。いや本当ね、それはやっぱり本当に自分自身だなっていうのは確信したというか、なんかだって子供になんか言う時って言っても自分で言ってる、はい、なんて言ったらもう全部子供が、今私もその4人いて、はい、なんて言ったら16歳の息子は16歳の話で言いたいね、で全部なんか本当に全部自分に見えてきて、で言ってる時にこうしつけみたいなのがあるじゃないですか、はい、親はこうしなくちゃいけないとか、はい、怒らなくちゃいけないとか、はい、でこうやってるうちに何言ってるのかよく分からなくなってきて、だって何て言うんだろう、自分で言ってるんでしか聞こえなくなってきた。なるほど、うん、へえ。いやでもそこをちゃんとなんかある意味第三の目で自分というふうに向き合えてるのがすごいですよね、まやさんは。うん、あ、うんうん、ね、すごい、なんかそうですね、自分と向き合うことが大切なんだなっていうのをやっぱり今までの経験で思って、なるほど、すごいな。やっぱそのね、今日のテーマと育児の違いだけど、結局その育児の違いではなく、要は自分自身の心の考え方の違いから生まれてきて、結局それが子供に反映されていって、ね、結果それが教育育児の違いになっていくっていうことですね。いやでもそれってめっちゃ本質だなって思います。そう、なんか本当にあの日本にいる時はやっぱりその自分自身が、なんつうんだろう、この肌の色とか人と違うっていうのですごいコンプレックスを持ってたんですよ。で、すごい怖くて、子供とかの見てても、はい、例えばなんか幼稚園とかで、はい、行っても、例えばなんかたまに子供って素直だから、お前の子はなんて黒い子を見てるんじゃん。それがある意味こうサンディエゴのそのなんだろう、世界観というか、サンディエゴの人たち、まあアメリカの方々が、まあある意味こう引き出してくれたってことですよね。もう自分でいいんやでっていうのを、はい、やっぱそれで引っ越してきて、じゃあアメリカ来たら変わると思うんですけど、はい、で今度アメリカに来たら肌がよく気になったりするから、すごい自分的にはこうリラックスっていうか、はい、気になるんですよ。はい、でも今度やっぱ英語しゃべれないじゃん。あー、なるほど。で、しかも見た目がこれなので英語しゃべれないどういうことみたいなのもあって、自分の中で今度英語しゃべれないどうしようみたいな。へえ。だから場所とかに関係ないんだって思うのが気づいた。自分がそういう自分のダメなところを見つける癖があるんだってところに気づいて。なるほど。はあ。自分と向き合うっていうのが
始まったんですね。いや面白い、すごいなそれ。いやでも確かに僕もあの学生時代世界50カ国回って、でそれまで割とこう周りの目を気にしながら生きてたのが、あもう自分は自分でいいんだっていう風に思い始め、でも今37ですけど、まあこんなねこう頭して、だからこうよく街とか歩いとったりして、豆吉くん、僕の長男の周りの友達とかが、なんで豆吉のパパはちょんまげなのとか、なんで 男なのに髪の毛長いのとか、だからもうその時に僕もすぐ言い返すまで、かっこいいやろ、22世紀はこう男はこうやねんぞとか、うん、今から気づいとかんとあかんぞとかって言って、ほんならもう向こう、はてな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 ですからね。いやでも本当そうですよね、わかる、本当にわかる、うん、なるほどな。でもそうですよね、結局は自分自身のね心の状態が子供に反映していきますもんね。そう、本当そうですね。だから自分のこと責めてると思って、うちの娘とか思春期の時とかはやっぱすごい責められたりとか して、はい、でもそれも、もう自分じゃ、自分も私もお母さんにそういうことしてたし、うん、本当になんか、責任を負ってます。なるほど、いや本当ありがとうございます。今日はですね、サンディエゴに住んでいるマヤさんにお越しいただいて、日本とサンディエゴの育児教育の違いについて話を伺いました。マヤさんありがとうございました。ありがとうございます。そして最後まで聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンいただけたら嬉しいなと思います。また地球子育てではインスタやツイッターもやってます。こういった動画のですね、中身でこういいなと思う部分をコラムのようにしてまとめて載せているので、そちらも楽しんでいただけるかなというふうに思っておりますので、ぜひご覧ください。ということで本日はこれで終了します。ありがとうございました。